カークウッドキャップス、カークウッドの空撃、またはカークウッドの隙間は小惑星の分布の少ないいくつかの軌道のことである。図に軌道長半径に対する小惑星の数の分布を示す。木星の重力による軌道共鳴により小惑星はこの領域から移動させられていって小惑星の少ない軌道領域ができた。例えば軌道長半径が2.5 AU で、 光天周期3.95年の軌道には小惑星はほとんどない。それ以外にも木星の光天周期と整数の比を持つ周期の軌道に小惑星の少ない領域がある。ダニエル・カークウッドが1857年に初めて注目し、その成因が木星による軌道共鳴であることを説明した。近年になって大きな離心率を持つ軌道を持つ小惑星が カークウッドの隙間の中にいくつか見つかっている。例えばアリンダ族やグリクワ族である。これらの小惑星の軌道の離心率は1000万年の時間のオーダーで離心率が増加し、その後惑星と接近することにより共鳴の位置から離れる。顕著な隙間の見られる軌道長半径弱い傾向や狭い隙間の見られる軌道長半径。ありがとうございます。